一郎の通訳さん、めちゃくちゃ優秀だった。一郎の通訳だったアレン。ターナーさん、今振り返るとめちゃくちゃ優秀だった。ゴルフのマネジメントの職を持つアメリカ人の父と日本人母を持つの。10歳まで日本語で生活していたが独学で英語。大魔神佐々木の通訳としてマリナーズに雇われる当時の MLB には通訳がグラウンドに出るのを禁止するルールがあったため、ブルペン捕手として登録。キャッチボール、キャッチャー、ピッチャーとグラウンドで選手たちが求める仕事は全てこなし、さまざまな形でチームに貢献。イチローの全キャリアを全く問題を起こすことなく支え、イチローが引退したらどうするのかの問いに、イチローにはいつも言っているが、僕は彼の行くところにいる。イチローが MLB の選手かどうかはどうでもいいんだ。どんなことでもイチローと関わっていくこと、そして自分にできる方法でイチローを助けていくことが僕が将来やりたいことなんだ。もちろん父のゴルフビジネスも手伝いたいと思っている僕は彼に関わり続けていたいし、彼のやることにはどんなことでも手を貸したい。クラブハウスで食事することはありません。いつも外食するんです。イチローはイタリア料理が好きですから、よくイタリアンレストランに行くんです。日本料理屋に行くこともありますよと日々の生活について明かし、イチローは最高に面白い人間だし、とてもポジティブですね。一緒にいて気持ちの良い人ですよ。だって彼は前向きで社交的ですからね、とその人物像を表している。こんな美しい信頼関係を20年以上続けてたのって本当に素敵よね。イチローの人柄とか本当によくわかる。ターナーは試合中はベンチにいたんだろうか。全然記憶にない。いろいろと記事とか当時の写真調べてみたけど見つからんかった。確かに当時のいたとしても全く記憶にはないな。ちなみにターナーのパッパは松山英樹の通訳してる。ガイガーウッズの通訳だったり、飛び舞い通じてゴルフ界の重鎮らしい。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。